はい、こんにちは。ザーゲームチャンネル春99でーす。今日ご紹介するアイテムはこちら。ゲームマーケット2016年の春ですね、登場しましたどっちのしましょうですね。今日はこちらをご紹介したいと思います。はい、このどっちのですね、始末書なんですけども、中身はね、どうなってるのかなって気になってたんですけども、2016年のゲームマーケット、春はね、私トリックテイキングを中心に買ってみましょうというのでね、買ってみたんですけども、これも実は後の本なんですね、まあ、トリックテイキングですよってのを教えていただいて、まあ当日ね、慌てて買ってきたわけなんですね。で、中身はというと、以前別のレビューでもご紹介します5本のキュウリですね。いわゆるトランプであるキュウリ系ですね。21とかね、キューカンバーとかありますけども、キュウリ系の方のトリックテイキングで配られてるカードの一番最後のトリックを取ってはいけませんよっていうタイプのトリックテイキングがまあキュウリ系なんですけども、まあそっち系ですよと伺いしていて、じゃあまあどこがねひねってるんだろうというのを興味深くなって買ってみました。じゃあね、中身の方をご紹介していきたいと思います。中身のマニュアルね、非常にシンプルです。B5 サイズのマニュアルが、まあ表面と裏面があるだけで、まあトリックテイキングゲームですからね、そんなに難しいルールはここには入っていません。あとはカードがね、まあ一式入っているという形ですね。まあトリックテイキングタイプのね、カードゲームなんですね。他のコンポーネントは何にもありません。で、デザインについては、犯人を探すとかね、ゲームとされてます。ナミロさんのデザインなので、まあ私のところでもよく稼働するタイプのデザインの絵になっていました。で、この、どっちのしましょうがトリックテイキングゲームで、まあ面白いなと思っているところは、手札をですね、まあトリックテイキングゲームなんで、まあ当然出していくわけなんですけども、出し方のパターンがですね、途中から変わるんですね。と言いますのは、最初は、まあリードのね、カードを出すプレイヤーが何年目から1枚出すわけですね。例えばこれだったら、まあ5なわけなんですけども、ちなみにここは、まあいろんなしましょうのね、フレーバーのすごい辛いことを書いてるんで、まああまりね、読んで、まあゲームには全く関係ないんですけど、なんでこいつがこんなシーンになってるかみたいなこと書いてるんで、まあどっかで読んだら面白いと思いますが、とりあえずこれね、こういうカード出すわけですよね。で、これ5本のキュウリタイプなので、前の人が出した数字より同じかそれ以上でないと、まあ普通に出せないわけですね。なんで私が今5を出しているので5より上か5になったら出せるんですけど、それが出さない場合、あるいは出せない場合には手札に持っているカードの中で最も小さいやつ、要は、ね、一番最後を勝ってはいけないので小さい方のカードから取られていくんですよね。っていうので出せない時にはこの人1が一番小さかったんで一番小さいやつを横向きに出してくださいと、まあ、こういうなってます。で、残りのプレイヤーも、まあ、もっと大きいのを出せれば出すと。で、同じ数字でも後番の方がいいっていうことになっているので、例えば同じ10があれば10を出すと。で、5、1、10、10となってこの一番最後の10の人を勝つと、まあ、これがワントリック勝ってるってこういう状態ですね。まあ、これ基本繰り返していくんですけども、これだとまあ普通の5本のキュウリと何も変わらないんですけども、ここ今ねこの人だけ出せなかったんですね。誰かが出せないっていうシーンが来たら、ここでゲームのモードがちょっと変わって次の出す人が1枚でなくて良くなるんですね。どういう風に出すかというと、同じ手札を X 枚同時に出せるようになるんですね。例えばこのプレイヤーの場合だと、例えばこのプレイヤーが1111ね、まあ本当は負けたいんで一応置いとかないといけないんでダメですけど、まあ仮にね1111ってこう4枚出すと、4枚ですっていうと次のプレイヤーはこれより大きい4枚しか出せないですね。まあ1でもいいんですけども、同じかこれより大きい数字の4枚セットしか出せなくて、4枚セットがもし出せなかった場合には、先ほど同じように手札の中で一番小さいところから4枚捨てなくちゃいけないですね。これ絶対勝てないし、一番小さいのが抜かれていくと。で、次のプレイヤーも4枚セットがあるのかどうかというのを見て、なければ一番小さいところから4枚捨てなくちゃいかんと、こういう風になっていくんですね。基本的に1枚出してそれより同じか上の数字を出さなくちゃいけない、ダメだったら一番小さいのから刈り取っていく、要は一番最後ね、本当のこの手札に配られたカードの最後のやつだけ負けたいので小さいカードをキープしておきたいんですけども、出せない時に小さい数字を無理やり出さされてしまうということを繰り返していくんですけども、誰かが1回でも出せませんでしたって言ったら、次の出すプレイヤーからは一度に X 枚、もちろん1枚でもいいわけですけども、 X 枚カードを出し始めるので、そこになった時にうまく強いカードをね残しとったり、うまく逃げようと思ってたんだけど、そんないい枚数がなかったりすると下の方から取られていくと、まあね
まあ、こんな風に残った悲しいですね。これ12枚しかないわけですけどね、8、10、12、12とかなってたりするので、まあ、こんな風になってしまうとまあ辛いということがあって、ここの辺りがですね、似たように感じながら連続で X 枚出せるようになっているので、相当コントロールが効きにくくなるっていうあたりはですね、面白く出来上がってるんじゃないかなというふうに思いました。そしてもう一つあります。各配られたカードの一番最後だけはですね、絶対1枚じゃないとプレイできないっていう縛りがもう一個あって、最後だけは絶対1枚出てくるんですけども、じゃあ例えばこれが5が出て、次の人がやっぱもう出せませんと、もう出せないんで横向きで4が出て、8が出て、まあ、12が出てなんて言うと、まあ、これが一番強いですね。だから12のプレイヤー勝つんですけども、この時どう取るかっていうと、一番強い自分が勝ったカードと出てる数字の中で一番弱いやつを引き取りますと、これがマイナスポイントになりますということになります。でこれがですね、ここまたちょっと変わっていて、これ単独でもらっただけだと全然マイナスにならなくって、同じ数字を2枚目もらった時ですね、例えば後にね、12をもう1枚もらったっていうと、12が2枚目になると、これいきなり12ポイントマイナスなんですね。まあ12ヶ月減俸とかなってますけども、まあ12点のまあマイナスと。で、まだこれは1枚なので全然まだポイントにならないというような形になっていて、まあ1回食らってもね、まあ例えば次負けたとしても、12と4でさえなきゃ全然ポイントマイナス食らわないんですよね。なので、ここをなるべくバラバラにして、負けるとしても前のと被らないようにうまくコントロールがあるとできるんであれば、なかなかマイナスを食いにくいという形になってます。でもちろんこのゲームね、一番最初の開始するときにランダムで1枚とりあえずなんかよくわからないマイナスをもらっていて、まあ、それと最初は被らないように方針立てしなさいよっていうものをもらってたりするので、負けてもいいと、本当は負けたくないんだけど、最後のカードを負けてしまうと、それの自分の勝ったカードと一番小さい数字をもらうんだけど、手元の中でそれが同じ数字が2枚目でなかったら、まあ、とりあえずもらってるだけで何にもならないという形になっていて、ここのマイナスになったやつが一定の点、これはノーマルゲーム、ショートゲーム、ロングゲームっていうところであって、何点になれば失格者が出るかっていうのは、そこのね、どういう長さのゲームをプレイしたいかによって変えなさいとはまあ書かれてあるので、まあ、そこはそのゲームによって違うと思いますけども、同じの際連続でペアで受け取らなければマイナスにならないってなってるところは、ちょっと面白く出来上がってるんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、というわけでですね、どっちのしましょうをご紹介いたしました。まあね、基本的なところは名作のね、この5本のキュリとかね、まあ、キューカンバーと同じようなね、流れを組むゲームになっているので、途中のトリックの過程はまあ意味がない。結局何があるかっていうと、自分のハンドコントロールですね、うまくいいカードだけは残していきたいっていうところにフォーカスが立っていて、一番最後のトリックをうまく負けたいっていうところにうまく当たっているんですけども、その中で途中に X 前出してもいいですよっていうところで、よりハンドコントロールがまあ荒いといえば荒いし、そこでパーティーゲーム的に面白いというしは面白いしっていうところのね、味付けがよくできてるんじゃないかなと思いましたね。なのでこの辺のところはね、キュウリがお好きな方だったらこっちも試してもいいし、こっちを試してる方がまたキュウリを試してもよろしいんじゃないかなと思います。個人的に若干気になりましたのは、一番最初にランダムでカードをとりあえず1枚もらっていて、その後、まあ、負けたらね、それと比べていって、まあ、だんだん手元に蓄積するやつで、同じ数字が2枚目になってしまった瞬間に、それがそれぞれマイナス点になっていくということがあるんですけども、最初は完全にランダムなんですよね。で、12が最大で1が一番小さいので、まあ、最大だったら12を最初からもらっていれば、次の1回負けてしまって12を受け取れば、いきなりマイナス12ポイントになるんですよね。で、実はこのゲームショートゲームだったら12ポイントになったら負けって書いてるので、1ラウンドでゲーム終わってすっ飛ぶ場合もあるんですよね。なので最初にもらったカードによって、まあ、運不運は相当出そうですっていうことと、逆にゲーム慣れしてる人だと手元にあるカードをある程度コントロールしていって被らないようにね、うまくもうどうせ今回取らされそうだなと思えば、手札のカードを割とコントロールしていって、もう無理からね、被らないようにするっていうのもある程度できるので、そうなるとゲームがちょっとグッと間延びしていくっていうところもあるので、まあその辺がね、どう感じるかっていうところでお好みが出るかもしれません。はい、というわけで今回ですね、まあキュウリ系のゲームということで、どっちのしましょうをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャチャンネル春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームギャチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームギャチャンネルの春99でした。